こんにちは、材料力学研究室の松原です。丹内です。鈴木です。材料力学研究室では安全性、信頼性の保証、マテリアルイノベーションおよびグローバリゼーションをスローガンに掲げて、これから紹介いたします5つのテーマで研究を行っています。ここからは私がナビゲートします。これはステンレス鋼でできた配管の丈夫さを評価する実験の様子です。配管の中央付近に人工の亀裂を入れ、経年劣化した配管を再現します。そこに研究室で開発した装置を用いて曲げたり引っ張ったりすることで、経年劣化した際の配管の強度の特性を調べます。この配管のように特殊なコーティングをしておけば、負荷レベルを等高線のように可視化できます。また群馬県内の博物館と協力して縄文土器の強度に関する研究も行っています。群馬県には旧石器時代の遺跡である岩宿遺跡があり、最古のセラミックス製品である縄文土器が出土しています。縄文土器には材料力学的に合理的な工夫がなされていて、とても興味深い研究対象です。落水試験により縄文粘土のこねやすさを調べたり、4点曲げ試験により焼成後の土器材料の強度を評価したりして、縄文時代の人々が材料開発をしていた痕跡を見出しています。こちらは材料表面の強さを表す硬さを調べる振り子式硬さ試験の様子です。試験機を測定するものの上に乗せ、左右に揺らすことで硬さを調べます。揺れ動く振り子が持つ力学的エネルギーが測定しているものの変形に消費されることを利用して硬さを評価します。平らな試料だけではなく、刃物のように尖っていても硬さを簡単に測定できます。3次元 CAD を利用して設計を行い、マイコンを組み込んだ IoT に対応した試験機の開発も行っています。宇宙に繰り返し打ち上げることができるロケットの表面に必要になる耐熱材料として利用できるような傾斜機能材料の開発を目的とした研究も行っています。傾斜機能材料は強度と耐熱性のように2つの機能を両立させるため、1つの材料内で成分を徐々に変化させた材料です。研究室では粉末冶金技術を利用して試料を製作しています。試料に荷重を付加しながらプラズマを照射することにより、実際の使用想定温度約2000度における超高温環境下の強度評価を行っています。ポーラスメタルという内部に多数の気孔を含んでいる金属の研究も行っています。水に浮くほど軽量でクッションのように衝撃を吸収することができます。これを自動車に適用できれば燃費向上につながり、衝突時にも安全を保障できると考えられます。この研究室では未だ高価なポーラスメタルを少しでも安く作るためのプロセスの開発を行っています。材料は機械の基本です。これらの材料力学研究に興味のある皆さんと一緒に研究活動に取り組むことを心から楽しみにしています。